今日、朝ごはんを食べませんでした。少し寝すぎてしまって時間がありませんでした。なので、お昼ごはんをいつもより早めに食べました。でも、まだお腹が空いています。今日は早く起きましたから、朝ごはんを食べてから仕事に行きました。今日は寒かったですが、 雪が降っていなかったので自転車で行きました。もう少ししたら出かけないといけません。今日は父のパソコンが壊れたらしいのでちょっと助けに行ってこようと思います。絶対壊れていないと思うので。今日は起きてからずっと洗濯をしていました。 朝、ベッドにコーヒーをこぼしてしまいました。うっかりしていました。シミにならないといいのですが。さっき起きました。これからちょっと日本語を勉強しようと思います。最近新しい本を買いましたから、今日はそれを使って勉強します。パソコンの調子が良くないです。 ちょっと動きが遅くなっているので、いらないデータを削除しないといけないのかもしれません。母にたくさんスープをもらいました。昨日作りすぎてしまったそうです。なので、うちに持ってきてくれました。今日は晩ご飯を作らなくても良さそうです。今日、朝ご飯を食べませんでした。 少し寝すぎてしまって時間がありませんでした。なので、お昼ご飯をいつもより早めに食べました。でも、まだお腹が空いています。今日は早く起きましたから、朝ご飯を食べてから仕事に行きました。今日は寒かったですが、雪が降っていなかったので、自転車で行きました。 もう少ししたら出かけないといけません。今日は父のパソコンが壊れたらしいので、ちょっと助けに行ってこようと思います。絶対壊れていないと思うので。今日は起きてからずっと洗濯をしていました。朝ベッドにコーヒーをこぼしてしまいました。うっかりしていました。シミにならないといいのですが。 さっき起きました。これからちょっと日本語を勉強しようと思います。最近新しい本を買いましたから、今日はそれを使って勉強します。パソコンの調子が良くないです。ちょっと動きが遅くなっているので、いらないデータを削除しないといけないのかもしれません。母にたくさんスープをもらいました。 昨日作りすぎてしまったそうです。なので、うちに持ってきてくれました。今日は晩ご飯を作らなくても良さそうです。